ツイッターで知って YouTube さっき見たんだけどさ、なんか素敵と思って。素敵です、こんばんは。おめでたいよね、本当に。おめでたすぎる。こんばんは。おめでたいけど自分の推しだと複雑。そう、でももうだってななみちゃんもアイドルじゃないしさ、自分の人生を豊かにするのも大切じゃない？推しが一生幸せになれない方が嫌じゃない？ こんばんは。ケロンさんお疲れありがとうございます。かわいいもケロンさんありがとうございます。でも今日さ、ちょっともう話変わっちゃうんだけど 今日二十歳になって初めての公演だったんですけど、ジョン・マイ・ラブのね、いつもお祝いしてくれるんですよ、誕生日だと。そう、今日はでもなんか今日なんかもしかしたらあるかもなとは思ってたんだけど、いつもねサプライズなのよ、タイミングが。マサトさん、クラッカーありがとうございます。でさ、もうなんか盾をこう盾返しって言うんだけど、毎日こう本番前にみんなで集まって盾をこう毎回確認するんだけど、それのね最中だったので。さ、盾ってさ、やっぱ日が空くとさ、盾そもそも苦手だから空くとまあ不安なわけですよ。そう、トメさんギフト、20個ありがとうございます。やちさんかわいいギフト10個ありがとうございます。そうで、その不安だから久しぶりだし苦手だし、みんなに迷惑かけないように気を引き締めてやらないとな。でも全然うまくいかないなって思ってる時で、まあ、顔が結構出る直前に、ステージに出る直前にこう死んでて、よしやるぞって言って出たら、てててててててつながれて 膝から崩れ落ちちゃった、びっくりしすぎて。そう、膝から崩れ落ちちゃったよ、マジでびっくりした。そうでね、天野さん、万次郎役の天野さんが四国カルストっていう山のねとこになんか美味しいチーズケーキ屋さんがあるらしいんですよ。そう、そこでねチーズケーキを買ってきてくれたのをみんなで食べました。めっちゃ美味しかったよ。もうそれなんか3日連続ケーキ食べてる人みたいになってんだけど、今のところ昨日も食べたからやばいよね。これ以上丸顔にならないにちょっと気をつけて、今日は食事ちょっと減らして、まあ、みかんはいっぱい食べたんですけど、まあ、みかん、まあ、ビタミンだし水分だし多少は許されるやろうと思って 許されないんだけど、まあ、みかんは食べたんですけど、みかん以外の食事は超低カロリーに、まあ、朝はちょっとしっかり食べたけど公園で動けなくなっちゃうから、そう、公園後の食事はヘルシーにしたのでちょっとまあセーフかなと思ってます。そう、こんばんは。スニーカーは食べて、だってよいしょ、またかちった。やっぱみかんのねビタミンは肌にもいいし喉にもいいし体にいいからね、風邪もひきづらくなるし、
ちょっとやっぱ外せないところですね。そんなことよりとても眠たい。眠いな。髪ごそごそになってた。私さ、この髪型さ、髪がこうなんだろう、膨らむとさ変になっちゃうんですよ、顔の骨格的に。だからこうこうやってこうボリュームをこう抑えてるんだけどさ、暴れるとさすぐ広がっちゃうからさ、うん。柿はね、でも食べました。むっちゃうまくない？こっちの柿、超甘かったよ。今日みかんじゃないや、そう今日柿を食べた、みかんも食べたんだけど、まあ、柿も食べたんですけど、めちゃくちゃ柿美味しくて、ちょっと感動しちゃった。柿もね好きなの、私果物全般すごい好きなんですよ。ヒラリンさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。今日はなんかすっぴんにしてはまあ漏れてるかな、ちょっとお肌荒れがしてるんですけど、もうさここはさマスクが当たるからもうね逃れられない肌荒れって感じ。もうにいしこのマスク生活が終わらない限り一生治らない肌荒れです。これはもう諦めました諦めました。皮膚科に行かなくちゃな。こんばんは。お誕生日おめでとう、ありがとう。長野って果物が多い。長野ね意外とね、そう果物産地なんですよね。お隣の山梨が本当に果物はすごい、フルーツ農業が盛んなんだけど、そうだけど長野もね意外とね、リンゴだけじゃないぞという感じです。でもね最近ちょっと美容にちゃんとお金をかけようと思ってて、もうね私は今までずっとしてこなかったんだけど、このパックを毎日したりとか、そうパックをしたりだとか、ごめん配信止まってた。そうパックを毎日することぐらいしか別に増えてないんですけど、美容への工程はもともと結構気を使ってて、洗顔した後タオルで顔を拭かないとか、あと激肌弱々マンだからすぐ荒れちゃうんですよね。だからな、皮膚科に通わなくちゃいけないわね。ヘアオイル使ってるの？ヘアオイルはねそれずっと使ってるよ。もう小学生の時から使ってるよ。あこれはトリートメント。ヘアオイルはヘアオイルは最近使ってる。セットするときは使ってます。美容院で買ったやつ。ヘアトリートメントの話しちゃった今。オイルはねなんだ、そう自分でセットするときは基本的につけてますね。まあちょっと最近なんだろう、ぼっちゃん劇場出てる間はあれだからさ、カツラかぶっちゃうからつけないけど、そう今日満席で見に行けなかった。あそう今日はねそうなんです、ありがたいことにちょっと当日券がなかったみたいで、ちょっと見に来ようかなと思っていた皆さんには非常に申し訳ナッシングですね。今日学生さんが非常に多くて、なんか高校生と小学生と専門学生3校がねいたんですよ。3校いらっしゃってくださって、そうだからちょっとね満席で申し訳なかったですね。こんばんは。明日も結構8割ぐらいは埋まってた気がする。やっぱ学校さんが来ると、うん、客席がかなり埋まりますな。父の日、母の日、親の誕生日、結婚記念日には欠かさずプレゼントあげたけど、逆プレゼントは考えたことなかった。
逆プレゼントでも二十歳だからやったけど、別に19はやらないし21もやらないと思うよ。育てて20年育ててくれてありがとうのプレゼントだから、逆プレゼントっていうよりはそう20年育ててくれてありがとうプレゼントだからね。そうなんでござるよ。でも今日さ、その何リモートで面談みたいなのが事務所の人と会ったんだけどさ、えずな、なんなん大した面談ではないんだけど、まあ大した面談ではあるか、まあ、前もしたんだけど1年ぐらい前にしたのかな、あれもうちょっと最近かな、わかんないけど、あったんだけどさ、こんばんは、まあそうですね、あのなんだろう、すごい褒めてはいただいたんだけど、結構オールマイティーにねできるからみたいな、いただいたんだけど、まあちょっとファンのね人数をもっと増やさないとねって言われて、厳しいなと思いました。世の中やっぱ数字は厳しいなと思って、でも数字大事だよなと思ってね、なかなか厳しいですね。こんばんは。みんなアバターおそれですね。そう、このパンのアバター、私がねデザインしたアバターなんで、ぜひ使ってください。かわいいので、こんばんは。そう、でもさ、なんかそのお偉いさんも言ってたんだけど、いつもお世話になってる人をね、そうショールームも頑張ってるし、 YouTube も頑張ってるし、 Twitter とかその SNS 周りもで公演とかも結構頑張ってるから、これ以上なんか頑張るというか、何なんていうの、もう最大限的にね頑張ってるとは思うんだけど、まあちょっとファンの人数をねと言って、ファンってどうやったら増えるんだろうねファンの皆さんってどうやったら増えるんだろうなって、なんか悲しくなっちゃった。こんばんは。なんか私的には今すごい大きな愛で包んでくださってる皆さんが私の周りにはたくさんいるから、なんだろう、まあ、満足はしてるとは言わないけど、なんて言うんだろう、幸せだなと思うけど、でも私が幸せなだけでは私の活動の幅は別に広がらないから、そうで基本的にその分かりやすい指標としてね、数字っていうものが出てしまうじゃない。そうだからさ、その今のままでも私は十分幸せだけれども、ねえ難しいですねアイドルってって思いますこんばんは。あ、そう、顔めっちゃ白飛びしてた、びっくりした今ジョンマイラブで増えたと思うけど、え、そうだ、ジョンマイラブ出たことで確実にね増えてはいるんですよね。そう、グラビアをやって写真集をね、大将グラビアのオファーが来ません。グラビアのオファーを、オファーが来るのはまたファンを増やさなきゃいけないんですよ多分。そうむずむず、難易度高。
ね、こういう時にさ、マジ絶世の美女だったらよかったなと思うね。クレオパトラ的な、もう、もう全人類が虜になるような絶世の美女だったらよかったのになと思うけど、まあ、そんなことは現実ではありえないのでこんばんは。グラビア企画とかあったらガチる。私はそういうなんかファンの皆さんに頑張っていただく企画は今の経験上全部激弱なので、多分もうやらないと思います。みんなに苦労とかなんだろう、負担だけかけさせていつも結果を残せないので、多分もうやらないと思います。こんばんは。顔がなんか画面に近づくと顔が光ってしまうな。このぐらいの距離がいいけど、このぐらいの距離だとさ、目悪くてコメント読めないんだよねこんぐらい近づかないと読めないんだけど。顔が白、あ、ライトの向きでしたね。ライトの向きでした。顔が白飛びする問題こんばんは。メガネはあのレンズ、私近視だからメガネするとね、レンズで目がちっちゃくなっちゃうんですよ。こう、私はみんなの、私は見えるようになるけど、みんなから見てさ、あの目がちっちゃくなっちゃうから、ちょ、漏れないからさ視力より森を意識してるから森を意識すんな、メイクしろよって話なんだけど、ちょっと明日も早いから早めにお風呂入っちゃった。明日朝公演だからね。朝公演だからまた5時台には起床かな。5時半とかに起きれたら一番いいかなとは思ってるけど、起きれるかわからん。昨日なんか夜めっちゃ寝つき悪くて、なんかなんていうの、ちょうど本当にもう起きてると寝てるのこの境目ぐらいの瞬間に一瞬めちゃくちゃなんか怖い夢見たんですよ。でなんか怖くなっちゃってバッて起きて、最悪と思って YouTube をここで流して耳元で人が喋ってるのを聞きながら結局寝たんですけど、昨日ねすごい寝つきが最悪でしたね。幕張メッセの握手会の次の日に夢の国に行きたいって思ったことはある？まあ、次の日っていうか帰りに幕張で握手会してた時って、なんかバスでロケバスみたいなやつでこう送ってもらうんですけど、みんなで乗ってなんかでかい駅とかまで送ってもらうんですけど、その時に絶対にその高速から見えるんですよ。だからうわ今からそこ行きたいとは思ってましたね常に見えちゃうとやっぱ行きたくなっちゃうね。そう、5時半は完全に夜明け前、そう朝日見れる時間よね。6時半ぐらいでしょ今だって日の出。しけんさんこんばんは。こんばんは。あ、わかった、服が黒いから空腹を映すと顔が白飛びするんだこんばんは。いやあさって愛媛行くの5時起き、あらお揃いだね、早起きじゃん、一緒の早起き、一人じゃないと思えば頑張れますな、ははは。いや明日ね朝公演ね、声が出るか不安だな。今日はねすこぶる声がよく出てたんですけど、朝はやっぱね寝てるんですよ喉が。やっぱ5時とかに5時台に起きたとしても
10時半はまだ寝とるんです。それがこううまく対処できるかが肝になってきますな。10時半はね早い。声は出ん声は出んのよ。そう明日明後日が朝、明日25、26、そうで27が貸し切り公演なので、昼公演ですね。そう27は愛媛のスーパー富士の貸し切りでございます。27はね公演後にスペシャルライブ的なやつがあって今日ねそれの練習をしてたんですよ。公演後にこんばんは。バリ楽しかったね。でそのね合間でねなんか天野さんと話してたんだけど万次郎役のね天野さんすごいよ。朝公演の前の日はもう夜8時ぐらいに寝たいって言ってたいや小学低学年の生活じゃないですかって突っ込んだんだけどいや早すぎだろうと思ってだからもう寝てるかもしんない天野さん。そうでもね何か10時ぐらいには寝てるって言ってたよ。もうだからもう寝てるわ。もう 寝るよ。もう天野さん多分もうそろそろ寝てるよすごいよね。こんな早くに布団入ってさすんなり寝れるのがすごくない。8時とかに布団入って寝れる気がしないもんね。寝る才能あるなと思いました。こんばんは。そうびっくりしちゃった。こんばんは。まあでもさやも少しは見習っていっぱい寝ないとな。さすがに寝なさすぎなんですよ私は。最近睡眠時間が非常に短い。今日は6時間だったな。だから睡眠とんないとねいけないなって思ってるんですけど、まあついね夜更かししちゃうんですよね。でもなんか夜更かししちゃう人って一日のそのなんだその一日にやりたいこととかやりきれてないからこの未練があるから夜更かししちゃうって言いますよね。でもねほんとそうなんですよ。私昼間やる気じゃなくてダラダラしちゃってやりたかったこととか やらなきゃいけなかったこと夜に回しちゃう人だから本当ねそうだなって思うんですけど反省はしてるんですけど、うん、治りはしないですね改善の見込みがないんですよ。こんばんは。サリはね7、8時間寝るのがベストですね。こんばんは。だからちょっと天野さんを見習って早寝早起き生活をちょっと頑張りたいなと思ってはいます。思ってはいますけどやるとは言っていません。できるとも思っていません。まあ愛媛にいる時ぐらいはねこの10日間ぐらいは早起きしようかなと思ってますけど。こんばんは。YouTube 見てたら余裕で3時超えるからいい加減寝ないとなと思って渋々寝に行く。わかる。
昨日そうだったわ。さやちょっと充電しよう。昨日それでした。しぶしぶ携帯閉じるよね。いやまだ YouTube 見てたいんだけどなって思いながら。めっちゃわかるわ。さやは次東京に帰ったら動画の編集が山積みだから頑張らなくっちゃな。編集好きなんだけど、こうちょっとさ、自分の素材を編集するのすごい嫌なんだよね。なんか動画編集は好きなんだけど、自分が動画に映ることはそんな好きじゃないから、なんか自分の動画の編集ってさ、全然はかどんないんだよね。なんだろう、私がカメラマンになってなんかジョンマイラブのメンバーとか撮って編集するとかだったらすげえやる気出るんだけど、自分が素材だとすごいやる気出なくて、自分嫌なんだよね。そう、自分が映ってんのすげえ嫌。こんばんは。嫌なっちゃうわ。こんばんは。まあそんな感じですかね。待ってさ、アップルウォッチ充電しないとさ、明日の朝起きれないんだけど。よいしょ、ちょっと待ってみんな。アップルウォッチの充電をするね。アップルウォッチでいつも起きてるから、アップルウォッチ充電しないとさ、さ今日、明日起きれないわ。明日早起きしなきゃいけないから、明日こそちゃんと目覚ましかけなきゃいけないのに。今全然充電ない気がする、アップルウォッチ。まあ、すぐたまるだろ。こんばんは。27日社員の僕は当たりませんでした。でもなんかすごい倍率高かったみたいですよ、富士の貸切公演。やっぱみんなね、なんだろう、まあ、実質無料で見れるわけじゃん。その、まあ、明治さんのお菓子はたくさん買っていただいたと思うんだけど、その食べれるわけじゃん。実質無料で公演を見れるわけじゃないですか。そうだからみんな、まあ、まあ無料なら見ようかなってなるから倍率が上がったんじゃないかな。まあ、でも地元に愛されてるってことですよね、本当に。地元の皆さん非常にね、ありがたいことです。そう、すごい倍率高かったみたいです。毎年倍率高い、そうですよね。そう聞きました、めっちゃ倍率高いですよみたいな。なんかそんなに高いと思ってなくて、後から聞いて私びっくりしました。こんばんは。こんな感じです。ということで、そろそろ終わりにしようかな。30分経ったし、さやかちゃんはもう眠いから、ちょっとあの寝ようかな、明日に備えて。今日は、明日は5時半には起きたいなと思っているので、10時半に寝れば7時間寝れる。おー、いいですね。寝よう、10時半に寝よう。こっからでもう寝る準備できてるんで、ストレッチしてアプローチの充電を待って寝ましょう。寝ましょう、みんな、みんな早く寝ましょう。ということでランキングを読みます。10歳ななたさん、ありがとうございます。12位バイクことさん、ありがとうございます。11位ちさとちゃん、ありがとうございます。10位けんけんさん、ありがとうございます。9位ともちさん、ありがとうございます。8位ピアノマンさん、ありがとうございます。7位やすさん、ありがとうございます。6位はさっぴさん、ありがとうございます。5位ひろりんさん、ありがとうございます。山里さん、ありがとうございます。3位やちさん、ありがとうございます。2位とめさん、ありがとうございます。そして1位はキャロンさん、ありがとうございます。恋です、見ないと。今日恋ですの放送日ですか。
後で TVer で見ますでは皆さんおやすみなさい。バイバーイ。